え、でも土にバハムートってなくもないもんな。手加減なし。うん。さて、始めましょうか。思考回路別にバグってないけど、あ、これ、これええやん、これで。リタイアしてください。はぁ。でも、リタイアはないんで、リタイアはしてあげてもいいけど、リタイアなんてできないんで。うん、どうせこいつも超越だろ。盤面を押せ、わーっと、コールチェーンはもう超越だよな。これでも、これだ、出して次9枚ならないか？死の魔変精神ドイツはならないわ。超越なしの気前だ、あー。浜の術式、おー、なるほど。ハマで捉えちゃうのか。わしは死がない魔法使いじゃよ。若い頃を思い出すわい。いや、全然まだいけるんちゃう？これ。これ、バハムートも弾けたし。これからの、まあ、これでいくか。そう、相手だってハンド切れそうなんで。ちょっとだから昔はもうそう、だから環境二日目でうまいもクソもあるか、お前、アホ。黙って、妙義は黙って。これで、これ出して、これ出せばええんや。あ、やばい、手札が増える。もう、そういういやらしいことすんな。うわ、レビー消えた。もう、ほんまにお前というやつは。俺の名はレビー。覚えておけ。いやいや、キマイラなんか来てもどうせ10点ぐらい上、やべ。武器のなんかエフェクトかっこいいな。いや、種の仕掛けもございます。種の仕掛けもございます。これでは、キマイラ受けるためにフォロワー並べとけば、そこにだから6点分散するから、顔にそんな19点飛ばないよ。こんだけ展開すればさすがに顔にそんなもう飛ばない。え？
え？なにこれ。遠坂凛ってさ、あの何歳なんこれ。全財産ぶちまけるとか言い出してんけど。あ、いいね。16歳。あ、じゃあ普通の高校生キャラなんや。ね、フェイトって何、学園ものなん。あ、まあ、うわ、しかもステラ取れねえし、お前。あー、負けた。でもしかも下手したらなんか3ターンぐらい残りそう。ターン終了時の確認入れなあかんな。あー、エンネトの通識ナイス。もちろん俺らは抵抗するで、拳で。いや、このミラーだったらバハ持ってる俺の方が有利だな。そうやね、手が滑ったらごめんなさい。うん。で、だからどうして？それ俺取る義務があるん。どこに？もちろん俺らは抵抗するで。ど、拳で。なんで？人に任しといて。21歳。種の仕掛けもございます。種の仕掛けもございます。なんかあいつさ、彼女いてしかも兄弟生ってマジなの。何回見直した？多分50回か60回ぐらい見てますな、あの動画。土を消耗していく。あ、スターフェニックスいる分相手の方が強いな、これ。こんだけやって2-2消えないっていうね。ちょっとここはおー、ステラ引いた。キラキラのお星様。進化源バッシリ切っていくわ。ちなみに俺もね、そう、昔兄弟生って思われてたんですよ。あ、ポルクスや。これ強いな。これが魔術の境地だ。見破られましたか。一回精神統一打っていいか、俺。おお、来た。面白いです。油断したか。
そうで僕本当は偏差値30代の奈良産業大学だったのに京大生ってみんなが思わせたから、いやこれ本物の大学でバイた時恥ずかしいなって思いつつ、まあ、適度に京大説を否定 しながらもちょいちょい自分京大のこと知ってますよみたいなアピールして、あこいつほんまに京大生なんかなみたいな感じでみんなに思わせるようなことをねしてましたね。この位置にうぜえな。エウロペか、ちょっとこう精神統一から入ろう。ああいいカード引けた。大学なんでバレたんやったっけ。雄大だろし、え、なんかこのデッキなんかあれ魔導の、あ、なんの秘密研究所も入っているのか。ポルックス天輪で行くか。あ、ちょっと待って、呼び覚まれし元気これ発動するやん。お前しねえわ。あーそっかそっか、ごめん、お前らに言われるのが気づかなかった。そっか、これ進化すればいいんか。やべえ、俺今のほんまに気づかなかった。手札が9枚になった瞬間、呼び覚まれすサレシキングの効果発動、敵全体に3ダメージ。お星様よ、おいでませ。あ、虹の輝きうぜえな。またエウロペか、お前。いや、これ面白い対決だったじゃん、ちょっと。あー、もうバハムト言っとく、俺。いや、でもちょっと待って、バハムト言っとくか、これ。なあ。行くわ。そしてさらにバハムート引いていく。ステラからの、ステラから、並べるだけか、相手。ユニコ、おい。並べるしかできねえみたいだな、お前。もう一発パハか、これ。これ出せばとんでもないことになるけどね、これがね。もう一回パハかな。二つ、いや、倍にしてもな、ちょっとここあんまり意味がないというか。で、ワンチャンでも変異でも、いや、やっぱハムトいっか。あえて確定力ないわけやろ。で、こんだけフォロワー並べたんやったらもう。いや、これ多分ビビってるよ、相手。このデッキからまさかバハが出てくるわけないと思っても。うわ、持ってんのか、お前。今引いたか。ライトニングライサー入れてんねん、こいつ。ここちょっとせっかくなんでポロックス出します。こいつ進化するんで、カストールも強いよ、これ。
ケーオッケーオッケーオッケー。これで、あ、決められへんか、まだ。いや、ギリ決まんない。ちょっと待って、これ、あ、これでちょうどリサルか。これでちょうどリサルか。変異雷撃と、うん、そうやな。これで7点やから、そうかね、あとそれで2点で。お星様よ、おいでませ。大体のターン開始になって終わりか。いやー、ちょっとなんかちょいちょい怪しい動きがあったな俺。いや、あの、呼び覚まされし、キンキのあの、ドワーフアルキミスト進化手札増やすっていう発想マジでなかった。このデッキ面白いな。ハンドがほんま切れない。